リスクを取らずにお金を増やす方法。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は、定期預金しか知りませんが、私本当にお金持ちになれるんですかについて解説していきます。お金持ちになりたい。お金を増やしたい。でもリスクは取りたくない。お金を減らすのだけは絶対に嫌。このような考え方を持っている人でもお金持ちになれるお金の知識が存在します。お金を増やすにはリスクを取らなければいけない。投資をすればお金は増えるかもしれないけど逆に減ってしまうかもしれない。そんな健全ではない精神状態で何十年もの間資産運用を続けることはできないです。だからこそリスクを感じながら投資をするのは今すぐにやめてください。本物のお金の知識を身につければあなたは不安を感じることなくお金持ちになることができます。お金持ちになっている人はちゃんとお金の知識をつけています。この本の著者の渡辺さんはスイスにある世界最大手のプライベートバンク出身で世界中のお金持ちのお金を預かって管理してきた敏腕の投資家です。そんな経歴を持つ渡辺さんが提唱するお金持ちになれる秘訣を8個解説していきます。お金の正しい知識を身につけてお金と投資の不安から解放されてください。今回の動画を見て参考になった、面白かったという人はいいねやコメントをください。1個目、お金に困らない人はどんな人なのか。日本人はお金の知識が乏しいです。それは投資の知識だけに限らずお金全体の知識があまりにも乏しすぎます。例えば年間いくらのお金があれば自分の理想の生活ができるのか、その答えを明確に把握している人は少ないです。お金持ちにはなりたいけど理想を叶えるためにどれだけのお金が必要なのか知らない人がたくさんいます。まずは自分が必要としているお金がいくらなのかを把握してください。そして大切なのはアメリカ型のお金持ちではなくスイス型やヨーロッパ型のお金持ちをイメージすることです。お金持ちといえばどんなイメージを持ちますか？高級車を複数台持っていてプール付きの豪邸を持っている、そんなイメージをする方がいます。ちなみにこれはアメリカ型のお金持ちです。そして保守的な民族である日本人はアメリカ型のお金持ちは合わないです。だからこそスイス型やヨーロッパ型のお金持ちを目指してください。スイス型やヨーロッパ型のお金持ちの定義はお金に困らない人です。高級車や豪邸は持ってなくても老後も含めて自由に暮らせる程度の財産を保有することです。このようなお金持ちをスイスやヨーロッパではお金持ちと言います。あなたがお金を減らさずに増やしたい、そしてお金持ちになりたい、そう思うのであればお金持ちに対する定義を変えてスイスやヨーロッパのお金持ちを目指してください。そしてその第一歩として自分がお金に困らないためにはどの程度のお金が必要なのか自分でしっかりと考えてください。2個目、預金で老後資金は準備できない。日本とアメリカとヨーロッパ、この3つを比べると日本は圧倒的に銀行預金の金利が低いです。しかし家庭の資産構成比率における銀行預金の割合は日本が一番高いです。日本の銀行預金の金利ではお金に困らない生活を送ることが不可能です。例えば子供が1人生まれたら教育費で約2000万円かかると言われています。これは月平均にすると毎月約5万円から6万円が必要です。そしてあなたが大学卒業後に65歳になるまでの43年間で老後資金2000万円を貯めようとすれば毎月約4万円の貯金をしなければいけないです。そんな状況なのに退職金制度は崩壊しつつあります。そしてさらに日本人の平均収入はなんと約30年間上がっていないです。日本人サラリーマンの平均収入は約433万円です。ちなみに433万円の収入であれば1ヶ月の手取り収入は約27万円です。とてもお金に困らない生活とは言えないです。これからは
銀行預金に依存するのはすぐにやめてください。貯蓄型と呼ばれる日本人がお金持ちになりたいなら資産構成比率を変える必要があります。株式型と言われるアメリカの構成比率までは無理でも、せめてヨーロッパと同じバランス型の構成比率になる程度は銀行預金を資産運用に回してください。3個目、投資はプラス、ギャンブルはマイナス。お金がどのくらい儲かったり損したりするのかという見込みを期待値と言います。そして長期間投資やギャンブルを行った場合、投資の期待値はプラスで、ギャンブルの期待値はマイナスになります。その背景にはオーナーの取り分比率があります。例えば競馬でお金を増やそうとした人が100人いて、それぞれ1万円ずつ好きな馬券を買ったとします。その時馬券を当てた人たちに分配される総額は100人から1万ずつ集めた100万円ではないです。競馬場が自分たちの利益である25万円を懐に収め、馬券を当てた人たちには75万円が分配されます。ギャンブラーの人たちは集まったお金からオーナーの利益が差し引かれたお金を全員で奪い合います。それに対して投資は手数料が非常に安いです。大手の金融機関で口座を開いた場合でも 1% から 3% 程度。一方、ネット証券などで手数料の低いものを選んで投資をすれば 0.1% くらいしか手数料は取られないです。しかも投資の場合はギャンブルと違って経済発展とともに投資家で分け合うお金も増えます。100人が1万円ずつ投資をして、最終的には100人全員が2万円ずつ、総額200万円になることもあります。投資とギャンブルはお金が増える可能性もあれば減る可能性もある点は同じです。ただし根本的な性質が違うことをしっかりと理解してください。そしてギャンブルには絶対に手を出さないようにしてください。投資を始めたらこの仕組みを忘れずに健全な精神状態で投資と向き合ってください。4個目、ヨーロッパ型の投資。それぞれの家計がどのような形で金融資産を保有しているのか、それを平均した数値のことを家計金融資産構成比と言います。あなたの現状を把握するために、アメリカ、日本、ヨーロッパ、そしてあなた自身の家計資産構成比を比較してください。まずアメリカは現金預金が 13.7%、 株や投資信託が 44.8%、保険や年金などが 32.6%、 残りの約 10% がその他の金融資産です。次に日本は銀行預金が 54.2%、 株や投資信託が 13%、 保険や年金が 28.4%、 残りの約 5% がその他の金融資産です。そして最後ヨーロッパは現金預金が 34.9%、 投資信託や株が 25.9%、 保険が 35.1%、 残りの約 5% がその他金融資産です。日本人は銀行預金の金利が一番低いのに現金預金の構成比率が一番高いです。それに対してアメリカは資産の約半分が株や投資信託です。現金預金の割合は 15% 程度しかないです。ここまで株や投資信託の比率を高めるとリーマンショックなどで資産が激減する可能性もあります。お金を減らさずに増やしたいのであれば、アメリカ型ではなくてヨーロッパ型の資産構成比率を目安にして守りながら攻める姿勢を持ってください。7個目、スイスの資産運用。ヨーロッパの中でも資産運用で最も有名な国はスイスです。富裕層の資産管理を専門に行うプライベートバンクの発祥もスイスです。要はスイスの資産管理は世界的な富裕層から評価されている資産運用法といっても過言ではないです。そしてスイスのプライベートバンクで行う資産運用の目的は資産を安全に守ることです。投資と聞くとお金を増やす、リスクがあるというイメージを持つ人が多いです。しかし全世界の富裕層からお金を託されたプライベートバンクでは、資産を安全に保有するために株や投資信託による投資を行っています。ちなみにスイスは資産構成比率が現金や預金、投資、そして保険や年金が約3割ずつになっています。
資産運用で最も気をつけるべきポイントは大失敗をしないことです。そして資産運用で大失敗する人の特徴は、投資の知識をつける前にリスクを取りすぎてしまうことです。だからこそ投資経験の浅い人はアメリカタイプの資産構成比率ではなく、ヨーロッパ、スイスと同じ構成比率を目指してください。大枠のイメージは7割守って3割攻めるです。3割程度は攻めなければ物価上昇によるお金の価値の下落分をリカバリーできないからです。スイスのプライベートバンクではお金を増やすのではなく、お金を守ることを目的として資産の3割を投資に回しています。そしてその構成比率の資産運用で世界的に評価されて、全世界の富裕層から資産管理を託されています。あなたも自分自身の資産を7対3の比率を意識して安全に守ってください。6個目、資産運用は証券会社でやる。株や投資信託を買うなら必ずネット証券で買うようにしてください。銀行でも株や投資信託の案内は受けることができます。保険商品にも投資型の保険があります。ただしそれらはやめてください。必ずネット証券で買うようにしてください。保険の投資商品は手数料が高いです。証券会社で株や投資信託を買えば直接購入できるのに、間に保険会社が入ることであなたは保険会社にも手数料を払わなければいけなくなります。手数料をできるだけ払いたくないなら保険会社から買うのではなくてネット証券で買ってください。そして銀行でも株や投資信託の案内を受けることはできます。でも銀行の本業っていうのは融資です。お金を貸し借りすることです。だから本業で株や投資信託を案内している証券会社よりも取り扱っている数が少ないです。そして手数料も高いです。もしあなたが投資をしたいのであれば、ネット証券の口座を作ってほしいと思います。7個目、NISA を使った投資戦略。株や投資信託で利益が出たら税金がかかります。ただし、証券会社で普通の口座を開くのではなく、NISA 口座を開けば税金はかからないです。通常であれば、利益に対して 20% かかる税金がゼロになります。そのため、株や投資信託を買うときは、証券会社で NISA 口座を作りましょう。ちなみに口座は2つあります。1つは NISA 口座、そしてもう1つは積立 NISA 口座です。この2つはどちらも投資で得た利益が非課税になるのは同じですが、少し条件が違います。まず NISA 口座は1年間で120万円投資することができます。そして5年間で増えた利益は完全に非課税です。1円も国に納める必要はなく、全額あなたの手元に入ってきます。次に積立 NISA 口座は1年間で50万円投資することが可能です。投資できる金額は NISA 口座よりも少ないですが、非課税で運用できる期間は20年です。NISA 口座の4倍もの期間、非課税で運用することができます。NISA 口座と積立 NISA 口座は併用することができないため、自分に合った口座を開いて投資を始めてください。僕は長期投資を前提に投資をしているため、積立 NISA でやっています。8個目、iDeCo を使った年金対策。老後に向けた資産形成は、非課税と節税の2つの仕組みを持つ iDeCo が最強です。iDeCo とは、2001年10月からスタートしている個人型確定拠出年金制度のことです。この制度は、20歳以上、60歳未満の国民年金保険料を納めている人が利用できます。老後の生活費を公的年金だけで維持するのは困難です。老後の資産は自分で準備する必要があります。iDeCoには運用益が非課税、掛け金が全額所得控除、受け取り時に所得控除を受けられる、この3つのメリットがあります。運用期間中に増えたお金に対して税金がかからないです。年末調整や確定申告をすれば、1年で積み立てた金額に対する所得税や住民税が返ってきます。最終的にお金を受け取るときも税額控除枠を活用できます。この中でNISA口座との一番の違いは、所得控除という1年間の掛け金に対して税金が返ってくる仕組みです。
毎月2万円を積み立てていたら、年収によって変動はしますが、約3万円程度の税金が返ってきます。30年間で約100万円の節税効果は大きいです。ただし、イデコにはデメリットが2つあります。まず、イデコを利用する場合、若干の手数料がかかります。そして、原則60歳になるまではお金の引き出しができないです。ただし、このデメリットは所得控除があるため、若干の手数料は気にならないです。60歳まで引き出せないってことは、逆に言えば60歳時点で必ず資産が確保できているってことです。そう考えることもできます。デメリットをメリットに変換して考えられる人は、イデコによる資産形成を始めてください。解説は以上です。ぜひお金の知識をつけてお金持ちになってください。具体的な投資のやり方は、アッキーの投資アカデミアの動画をご覧ください。今回の動画が役に立った、面白かったという人は、いいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。